天才、羽生結弦を育てた、羽生家の家訓、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。嫌なら、やめればいい。小さい頃の羽生は、野球をやっていた父の影響から、ボール遊びが大好きな少年だった、断麗な容姿から女の子に間違えられることもあったが、周囲からは明るくわんぱくに見えていた羽生少年。だが、実は、他の子供に比べて、 生まれつき大きなハンレを背負っていた、喘息である喘息持ちだった羽生は、少し走ると急に咳込んだり、夜も眠れないほど咳が続く日もあったという羽生がスケートと出会ったのは4歳の頃。スケート教室に通っていた姉の練習についていったのがきっかけだったが、目的は喘息を克服することにあった。お母さんは、盗むゲの喘息を心配し、何とか直してやりたいと考えていた。 誇りを吸い込む可能性の少ない屋内でのスケートは、薄武源にぴったりのスポーツでした。前室の友人、幼少期から羽生を指導し、現在は神奈川スケートリンクの専属インストラクターを務める鈴木翔一郎氏は、その頃のことを次のように語る、もともとは全足を直すことが目的だったようですが、薄武源は体幹がしっかりした子で、才能の片鱗が見えました。何度転んでも起き上がってきて、当時から真の強さや、 負けず嫌いなところはありましたね。お姉ちゃんができるなら僕にだってできると言って、果敢にジャンプやスピンに挑戦していました。その頃からうまくいけば世界に通用する選手になると思っていました。スケート靴を初めて履いた瞬間から光っていた才能。だが、ここから順風満帆なスケート人生が始まったのかといえば、そうではない。そのエピソードを明かすのは、羽生の父親の妹で、 現在は保育士を務めるおばである兄はずっと野球が好きで、野球部の顧問も務めていました。だから、本当はユズに野球をやらせたかったんです。小学校3から4年生の頃、スケートの練習が少し嫌になっていたユズに、兄はこう言ったそうです。野球の方がお金もかからないし、スケートが嫌ならやめてもいいんだぞと、ぜ息の症状が改善に向かっていたこともあったのだろう。父の提案は羽生を悩ませた。 そして、悩んだ末に、羽生が自分の意思で出した答えが、スケートを続けるだった。兄の問いかけは、四つがもう一度スケートに対する思いを確かめる、いいきっかけになったようです。それ以来、兄は決してスケートに対しては、口を出しませんでした。四つに、もっと頑張れ、もっと練習しろとは言わず、一歩下がって、お、頑張っているなと声をかけて、見守るというのが、兄のスタンスでした。四つの運動神経と、 あの体型は奥さん譲りでしょう。うちの家系は野球好きですが、運動が得意な家系ではないし、手足も長くないですから笑い。おば、全室の都築氏は、羽生の両親の教育方針についてこう語る羽生家の場合、ある時は密接で、ある時は突き放すという教育をされていた気がします。子供にやらせるのではなく、子供が関心を持ったことに、可能な限り協力する。子供の自主性を尊重するのが、 羽生県の教育方針でした。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。